ってきた。一塁へアウト。8番キャッチャー村田新一。素晴らしい制球だ。素晴らしい制球だ。わずかに外れた。一球外してきました。空振り三振。九番ピッチャーイリキ。はい。背番号20。バッター交代です。プレイ。代打福王。背番号27。内角高め。はい。秋山昇。今の投球は危険球とみなされ退場を宣告されました。プレイ。ピッチャー交代です。これはいい当たり。ピッチャーナイスピッチング。7回の裏終わりましてジャイアンツ得点なりませんでした。4番ファースト矢沢健一。矢沢健一今日は今のところ3打数2安打と好調です。プレイ。ジャイアンツ継投策に出てまいりました。外寄りの5番レフト杉浦徹。内角真ん中。引っ張った。切れました。ファウル。空振り三振。6番センター長崎圭一。合わせた。ピッチャーナイスピッチング。8回の表終わりまして、はい、スピードで試合は進んでいます。1番レッド清水。清水今日は3打席でヒットは1本。まずまずのようです。惜しい。これはいい当たり。2番ショート河合。内角低め。内角低め。引っ張った。一塁へアウト。だいぶ雨足が強くなってまいりました。審判団が協議する模様です。試合が一時中断されます。今審判団により試合続行不能と判断されコールドゲームが告げられました。
満員のスタジアムはお客さんが試合開始を今か今かと待ちわびている様子です。ジャイアンツ対ナイツ、まもなくプレイボールです。実況は私、世界の松下がお送りいたします。プレイボール。1番セカンド大下剛選手、得意の足で相手チームをかき回してくれることでしょう。背番号1。落ちました。西フォープレイ。2番ライト三塁打の多い横田正幸選手、相手チームは要注意です。背番号2。内角低め、内角真ん中、打ったぞ、一塁へアウト。3番1969年の新人王有藤道夫、ベストナインは数知れず、また守備のうまさには定評があります。これはいい当たり、センターの頭上を越えて深々と破った、打ったランナー一塁を回った、スリーアウトチェンジ。斉藤正樹、なかなかいい立ち上がりのようです。1番レッド清水、背番号35。内角高め、とんでもないピンボールです。内角高め、ボールが先行しています。とんでもないピンボールです。内角高め、内角高め、とんでもないピンボールです。内角高め、フォアボール、とんでもないピンボールです。2番ショート、ノーアウトランナー1塁、丁寧に来るか。背番号0。内角高め、今の投球に対して危険球退場が命じられます。プレイ、ピッチャー交代です。内角真ん中、内角高め、内角高め、内角高め、またもフォアボールです。3番ノーアウト、ランナー1塁2塁、松井背番号、内角高め、内角高め、とんでもないピンボールです。デッドボール。4番サード、ノーアウトランナー満塁、ランナーが溜まっています。背番号6。内角低め、内角低め、内角高め、内角真ん中、1球外してきました。内角高め、これはちょっと力みすぎか、わざと投げているとしか思えません。一塁へ牽制、セーフ。二塁へ牽制、セーフ。三塁へ牽制球、セーフ。一塁へ牽制、三塁へ牽制球、二塁へ牽制、セーフ。一塁へ牽制、三塁へ牽制球、
打ち上げました。サード取りました。5番ファースト、ワンアウトランナー満塁、チャンスを生かせるか。背番号5、内角高め、トライ、内角真ん中、内角低め、内角低め、内角高め、ジャイアンツ1点をもらいました。ホームイン。6番セカンド、ワンアウトランナー満塁、大量得点のチャンス。背番号8、合わせた、ショートライナー、ダブルプレイ、二者残塁。1回の裏終わりまして、ジャイアンツ先手を取りました。次はきっちり守りたい。1970年の新人王矢沢健一選手、2度リーディングヒッターに輝いた、うまいバッティングは今も健在です。内角低め、